マイケル・ブライアン・クックソンは2013年9月に選出された国際自転車競技連合会長。UCI 会長に就任するまで、クックソンは1997年から2013年までブリティッシュサイクリング会長であったが、これは1996年に債務超過に陥っていたこの組織の臨時救済委員会の一員となったことがきっかけであった。以降、 クックソンは無報酬の会長職について自転車競技を盛り上げ、その会長在職中に、イギリス勢はオリンピックで19個、パラリンピックで28個の金メダルを獲得し、ツールドフランス優勝2回、その他、ロードレース、トラックレース、BMX などの自転車競技で数多くの世界選手権優勝を果たした。1973年に大学を出て、以来、 2013年3月に退職するまで、クックソンの本業は、ランカシャー州ペンドルの自治体職員であり、多様な側面を持つ、組織の戦略的運営について広く経験を積むと、共に、市街地再開発の大規模プロジェクトにおいて、多数のスタッフを統率する経験も積んでいた。クックソンは、妻サイアンとの間に3人の子を設けており、ランカシャー州、リブルバレーに住んでいる。 自転車競技関係組織において、クックソンは、1981年から1985年まで、地区のロードレース競技の事務局、1984年から1987年まで、地区副会長、1993年から1997年まで、地区会長を務め、さらに、1984年から1993年に、 当時のイギリス自転車連盟の競技担当執行役員1996年以降は BFC の執行役員となった。1996年以降、クックソンは自転車競技を代表してイギリスオリンピック委員会の一員となっている。1986年、クックソンは国際自転車競技連合から審判資格を得てツアー・オブ・ブリテン・ミルクレース ワルシャワ・ベルリン・プラハを結んで行われるピースレースをはじめ、オーストラリア、南アフリカ共和国、ドイツ、スペイン、フランスなどで開催される競技の運営に関わるようになった。クックソンは、フランス、イギリス、スイスで開催された世界選手権やバルセロナオリンピックの運営にも関わった。2009年、UCI の委員に選出され、 2009年から2011年までシクロクロス競技の委員長に任じられ、ついで2011年からはロードレース競技の委員長となった。2007年のツールド・フランスでドーピング疑惑が浮上した際には声明を出して主催者にクリーン、スポーツとして競技を守るよう訴えた。クックソンはまたブリティッシュサイクルでは最上級のポディアムレベルから若手競技者の指導、 育成に至るまで、組織を挙げて、常々強力なハンドピングの姿勢を徹底している、とも述べた。2013年6月4日、クックソンは自転車競技の国際組織である、国際自転車競技連合の会長選挙に立候補することを表明した。9月27日に、イタリアのフィレンツェで開催された年次総会において、クックソンは会長に選出された。 競技者としてのクックソンは、ロードレース、トラックレース、シクロクロス、マウンテンバイク競技などに参加した。競技者としての最高の成績は、1971年にレイクサイド地区ロードレース選手権で優勝したことであった。クックソンは、第一戦の競技者ではなくなってからも、L、エタップジュツアー、フレッド・ウィテンチャレンジ、ライド・ウィズ・ブラッドといった。 スポーティブと称される自転車スポーツ系のイベントに参加している。2011年にはザ・ピレネーコースト2ーコーストライドを完走し、2012年のザ・ナショナルマスターズトラックロードチャンピオンシップスも完走した。クックソンは1969年以来、クラブレベルからプレミアカレンダーまで様々な競技イベントの組織に関わり続けており、組織代表も務めてきた。 2010年に例をとると、ロードレース全国選手権を含むザペンドルサイクル、フェストの代表と務めたほか、ザコン GP サーキットレース、ザペンドルペダルスポーティブ、そして、一夏続いた、スカイ、ローカルライズフォーファミリーズといったイベントの代表者となっていた。クックソンは、自転車競技への貢献によって2008年の新年の序勲において、大英帝国勲章を受賞し、 2009年にはセントラルランカシャー大学から名誉フェローの称号を与えられた。2005年10月には3期目のイギリスオリンピック委員会の執行役員に選出され、2007年11月にもさらに再選された。ありがとうございます。